おっしゃ、それではアイワナリメンバーザメモリアルゲームス2、略してアイワナリメンバーザメモリアルゲームス2ですね、続きをやっていきたいと思います。今回からステージ4になりまして、まあまだねなんとかなるかなっていう難易度ではあるんですけど、いかんせん罠が結構激しいんでね、まあ途中に今回セーブがあるけど、心してやっていかないとね、心が持たなくなっちゃうんで、それごと動くんだ。まあ何かしらの罠はあると思ってるから、こっちはやっていきましょう。挨拶噛みまくって何回も取り直した。で、こうで、あ、いやはしごごとなくなっちゃうの。マジか、これタイミングよく飛び出さないと多分2段ジャンプできないんじゃないかな。むずいかもですね。ワンチャン勢いよくいけば1段ジャンプでいけない。あ、うわとりあえず1段ジャンプで大丈夫なんだ。で、針が飛んでくると、もうこっからは疑心暗鬼でいく。こいつがずれる、大丈夫、落ちないで、うん、またお前それごと飛んでくんだ。くそ、マジ地道に一個ずつ解き明かしていかないといけないから、大丈夫大丈夫、この辺、あ、意外とないで、ここは絶対何かしらあるはず。どう、ほら、ここは大丈夫、よっしゃ、なんとか一矢報いた。で、あはは、針は落ちなかったけどさ、行かなくなんだ、気をつけます。で、もうすぐセーブではあるんで、疑えるところは全部疑ってく。大丈夫、もうほんと疑心暗鬼の欲張りセット、大丈夫、本当にこの辺大丈夫、え、何で死んだドット針あんのかな、パソコンの画面が汚すぎて何も分かんなかった。やるときゃやる男なんだよあいつは。はい、見える、見えるぞドット針で、大丈夫、もうすぐもうすぐセーブ、もう生かして、あぶねえ見切った、よっしゃ、うっそ、あちょっとマジで結局ノーセーブ、マジ結構メンタルにくる。この後もセーブないんかな、もう生かしてほしい、もうどんだけ出たがりなんだよお前。基本一つのマップにセーブ一個って思っといた方がいいかもしんないな。はい、もうこの辺は分かった。問題はもう最終の終盤、行こうそこまで。はい、で針が飛ぶ、でやつが戻ってくる、来る来る、きっと来る、来ない、来た、で大丈夫かな、大丈夫、もう生かして、ほんと大丈夫かな、あ、ようやくいった。で、ここもまたセーブはないと、あそいつがずれるんだ、すぐ飛んだ方が良さそうですかね。陽気な BGM だけど、こっちはもうそれどころじゃないっていう、気が気じゃないよ。あ、意外とこの辺はおとなしめだな。またリフト、あ、消えたりもしない、あ、意外と、あ、うお前の出番は前のマップで終わってんだよ。さっきのマップほどは時間かかんないんじゃないかな。こうで上下反転かなですね。あなるほどね、上に上がっていくときにタイミングよくジャンプ入れろってことか。ここはちょっと難しいな。もう手数で押していこう、ここ。なんとなく分かったから。よっしゃー、もう、人の苦労を嘲笑うかのように次の罠が。やってりゃいける。はい。で、来る。あ？来る。来る。来る。来た。オッケー。大丈夫かね。もうこの辺、疑っていこう。
意外と何もない。大丈夫？閉じない？大丈夫かな。もうすぐ、もうすぐ終わる、このマップ。この上の針、なんか悪さしてきそう。あはそっちかよ、ちくしょう。そこはセイントでいいはず。飛べ。はい、こいつも怖いね。大丈夫かな。いっちゃえ。あまたこの手口、さすがに生かしてもこっ。うーかくなに生かせたくねえんだな、これ。マジか。冷静に考えたら、右下あんだけスペースあるんだから、そりゃ罠の一つや二つあるわっていうね。とりあえずもう行けるところはサクサク行こう。はい、この辺はもう慣れたもんだから、こ。はい、でもう罠っていう罠はあと針が飛ぶぐらいしかないから、はい、でこんでこ、こ。よっしゃ、やっといった。で雰囲気変わりましたね。とりあえずまだ尺的にはいけそうなんで、とりあえずこのマップぐらいは行きたいかな。あ、滑る床ね。ってことはこのジャンプしながら行く方が、ちょっと待ってよ。ジャンプしてもツーって行っちゃうのこれ。結構操作性難しいかもな。俺が下手なだけ説ないかな。こんで、あ、やっぱそうですね。着地の瞬間に方向キー入れなければ大丈夫だな。で、これ。はい。一気にいっちゃう。あ、そこ針生えんの。トントンと行くしかないのかな、じゃあ。下段は分かってきたんで、問題は針生えるところ。トントン行く。よし。で、大丈夫？はい、滑んないように飛ぶ。滑んないように、はい。あまた罠が。これもフェイントかなんかで落とすのかな。え、全然落ちない。え、あ乗っちゃったよ。マジか、ここのフェイント結構難しいかもしんないですね。マジ、あそこのフェイントがうまくいかない。はい、あ、やべ、あ、なんか針下がった。待って待って、もっとじゃあ簡単に、あ、なんだよ、そこトントンと行く必要ないんだ。今のでこっち降りてすぐ飛べば大丈夫そうですね。わざわざ自分で難しくしてたら世話ないよ。はい、全然楽。これでここの突破率も上がるな。で、あ、落ちた。いやもう一発あるとは思わなかったよ。マジか。もう一回フェイント、落ちてくれ。フェイントせいや、フェイントせいや。よし、でもう一丁フェイントせいや。よっ、あマジか、ここだけでこんなに罠あんの。マジ、ここにセーブが欲しかったな。で針が降る、リンゴが来る。大丈夫？何もない？もう、もう生かして。大丈夫？戻れと、戻れと。わかった、しゃ、戻ってきた。で、来る。こ、え、来ない。もうちょい、よし、2周目罠とかいらない。素直に生かしても大丈夫？いける？よっしゃ、うっそ、マジで。人間ってあんな短時間で一瞬のうちにいろんな感情
出るもんなんだね。驚きとなんかショックと笑いと、もう感情が追いつかなかったよ。ハリー、おい。でリンゴが来る。でこのフェイントが結構難しい。右の方行って来ないね。え、あ、危ねえ。でマップの切り替わり注意あれ。終わろう、ほんとこのマップ終わらして、もう確実に行く。よっしゃ、やっと行った。オッケー、というところでね、今回この辺にして次回またここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。こうにゃっ、また鈴鹿くんだよ。どんだけボンバーマンなんかれ。お前まい、約束されたヒントニガー。はい、ヒントニガーどこ行ってんの。ここ発表っしゃ。うまいよ、強いよ、かっこいいよ。はいはい、ステップ踏まないで、ステップ踏まないで。やべ、オッケー、いっ